最新兵器を装備した新政府軍に圧倒され、新選組は甚大な被害を出した。この鳥羽伏見の戦いは大使たちに新しい時代の到来を思い知らしめた。新選組は江戸に戻り、品川の鎌屋に身を寄せることになった。土方さん、お茶が入りました。土方さん、開けますよ。土方さんは連日寝食を惜しみ働いており、疲労の色は日増しに濃くなっていた。うん。土方さん、あの、少しは休んだらいかがですか。お顔の色も悪いみたいですし。余計な口出しするんじゃねえ。副長。どうした。今日お目通りが叶うはずの幕臣の方から連絡があり、約束を保護にして後日にしてくれと言ってきています。なんだと。今日こそ何としても話を聞いてもらわなきゃ始まらねえ。出かけてくる。あ、土方さん。いやはや、江戸に戻ってからというもの、獅子奮迅の働きっぷりですね。ええ。大使たちも副長はあれだけ働いて一体いつ寝てるのかって不思議がってますよ。薩長と再選の機会を得るべく、連日幕府のお偉方に直談判に行っているのですが、なかなか。戦になった途端、総大将が真っ先に逃げ出しちまうなんて前代未聞だ。この先一体どうなっちまうんだろうな。薩長と戦うにも刃物じゃ銃にはかなわねえ。土方さん。
なんだ、まだ起きていたのか。あの、何か私にできることはありますか。ねえよ、余計な気を回さずもう寝ろ。でも私手伝いたいんです。何か役に立ちたいんです。この通りです、どうか。ったく。役に立ちたいと言ったな。はい。お前はそれを間違った考えだと思っているのか。いいえ。それは私欲に満ちた願いなのか。いいえ。これまで皆さん命がけで私を守ってくださいました。だから私も自分にできる限り皆さんの役に立ちたいんです。なら簡単に頭を下げるな。お前は間違ったことを言ってるわけじゃない。はい。ま、そんなに言うんならまずは茶でも入れてこい。うまいやつを頼む。はい、任せてください。土方さんってさ、なんだかんだ言って千鶴に甘いよな。うるせえ。そんなに働いて大丈夫なの。余計な心配すんじゃねえよ。羅刹の体で昼間働くのはきついだろ。特にあの衝動の時の苦しみは。薬、うん、気休めにしかならないけど。必要ねえよ。先の戦で不祥事をおじけづいている者も多い。今新選組をまとめるのは俺しかいねえ。近藤さんが戻ってきたらすぐにでも戦えるように準備しとかねえとな。そうだね。ところで三男さんのことでちょっと。うん。ほどなくして新選組は秋月邸に新たな屯所を構えた。雪村君。三男さん、昼間から起きていていいんですか。ええ、これほどの妙案が思い浮かんではゆっくり寝てなどいられませんよ。妙案。あなたは鬼です。そして鬼たちは戦闘力も生命力も人間よりはるかに強い。故にその血は羅刹の狂気を完全に抑える力があるかもしれません。どういう意味ですか。発作を抑える薬があるじゃないですか。あれは所詮その場しのぎでしかありません。あなたの血は我々すべてを救うことができるかもしれないのです。何も殺そうというのではない。ただほんの少し血を分けてもらえるだけで良いのです。何やってんだ三男さん。土方君、羅刹をより有効に活用するには狂気を抑える術を見出しておくことが必要不可欠なのですよ。そのためにこいつを切るってのか。血を分けていただくだけです。今後の戦いは新選組にとってますます厳しいものとなる。それでもなお雪村君には一滴の血も流させないと。そういうことじゃねえ。仕方ありませんね。今日のところは引き下がりましょう。ですが土方君も羅刹となったからには分かっているはず。三男さん、あんた新選組を口実にして自分のために血を求めてるとかじゃねえだろうな。いいえ、私は常に新選組のことを考えています。大丈夫か。はい、
ありがとうございました。夜の外出は控えろ。え？最近三男さんが夜の見回りによく出かけているらしい。それが関係しているかわからんが、江戸で辻斬りが増えている。ではその羅刹の方が見回りと称して辻斬りをしているのはご存知ですか？では君菊さんが言っていたことは？タイとしてもこのまま見過ごすわけにはいかねえ。いずれちゃんと始末をつけねえと。そうですか。土方さんはお体本当に大丈夫なんですか？余計な口出しはするなと言ったはずだ。あ、土方さん。土方さん。寝てなくていいんですか？しずるちゃん、よくここまで来れたね。斉藤さんが上野で警護に当たるというのでここまで案内してもらったんです。どうですか、体の調子は？治りが悪いのは銀の銃弾のせいらしいよ。みんなはどうしてる？頑張ってますよ。特に土方さんは昼夜構わず近藤さんの分まで働いています。僕だって傷さえ治れば、僕にできるのは人を斬ることだけなのに、それができなくなったら近藤さんのそばにいられなくなる。まずは傷を治してください。はい、どうぞ。美味しいね。ありがとうございます。土方さんにも気に入っていただけました。いやはや心配かけてすまなかったな。戦場に出られないというのがこれほどもどかしいものだとは思わなかった。傷はもういいんですか？ああ、この通り。よかった。さて今後の行動についてだが、我々は紅葉鎮部隊として甲府城へ向かうようにとの幕命を頂戴した。甲府城で薩長を迎え撃つ。ご公儀からはすでに大砲2門、銃器、そして軍用金を頂戴しておる。もしこの任務が成功したら、幕府は我々に甲府城を下さるそうだぞ。これは気合を入れて臨まねばな。なあ近藤さん、甲府を守るって話を持ってきたのはどこの誰だ？勝阿波の神殿だが、それがどうかしたのか？勝か、大の戦嫌いらしいな。そんな人がなんで俺たちに大砲やら軍資金を気前よく出してくれるんだ？そもそも徳川の殿様自体が新政府軍に従う気満々らしいな。その勝なんとかさんってのも同じなんじゃねえか？確かに今は戦況が芳しくないため、慶喜公も新政府軍に恭順なさっているが、我々が甲府城を守りきれば勝算ありと見て戦に本腰を入れてくださるはずだ。それに勝てる勝てないの問題ではない。お上が我々を甲府を守るに足る部隊だと認めてくれているんだぞ。しかも今回俺は若年寄格という身分をいただけることになった。つまりは大名だ。こたびの戦で武勲を立てた者は家来として取り立ててやる。頑張ってくれたまえ。俺は新選組の組長だが、あんたの家来になるつもりはねえけどな。斉藤、お前はどう思ってるんだ？俺は局長と副長の意見に従う。とりあえず
新政府軍との戦いに備えて大使を増やそう。甲府城を抑えたら幕府から増援が来るはずだ。それに勝つ青の神殿の評判についてだが、いくら戦嫌いとはいえ避けられねえ局面があるってことぐらいは分かってるはずだぜ。まあ確かにそれも一理あるけどよ。何にせよ戦の準備だな。それからもう一つ、今回羅刹隊はここで待機してもらう。なぜです？甲府には新選組だけでなく他の兵士たちもいる。あんたらの姿を見られるのはまずい。ですが。焦るな、まだ戦は始まったばかりだ。では早急に甲府行きの準備を進めてもらいたい。期待しているぞ。解散。大名だかなんだか知らねえが、近藤さんは一体何を勘違いしてやがるんだ。このご時世大名って言われてもな。近藤さんはもともと小さな道場の主だったからな。そうだな。けどどんな時でも近藤さんは偉ぶったことは言わなかった。だから俺はあの人についてきたんだ。それなのに。だよな。しかも今度は甲府の城だと。俺たちに城勤めをさせるつもりなのか。だが今は局長を信じるしかないだろう。ああ、皆さんもう起きてるんだ。よう、早いな千鶴。土方さんの指示だよ。どうしても和服じゃなきゃ嫌だってやつ以外は洋装にしろってさ。たくん、なんかスースーして落ち着かねえな。平介くんもまるで違う人みたい。こっちはぴったりして窮屈だし。敵は全員洋装だからな。西洋式の戦闘にはこっちの方が都合いいんだろ。確かに銃を扱うときには便利だろうな。しかしこのボタンってやつはかなわねえぜ。襟首がやたらと苦しいんだよな。西洋の服って帯じゃなくてそのボタンっていうので止めるんですね。エースケ、やめろよ。掴むところがなくなっちまった。斉藤さん、斉藤さん、あのそのボタンっていうのが余ってるみたいですけど。おそらくこういう作りなのだろう。ちょっと失礼します。ほら、この穴も反対側に2つ余ってますし、多分ボタンをかけ間違ってるんじゃないかと。後で直す。ごめんなさい、斉藤さんが気にならないならいいんです。どうした？俺の着方にどこかおかしなところでもあるのか？いえ、髪を切ったんですね。あ、とってもお似合いです。みんな、準備はできたか？あれ？近藤さんは洋装じゃないんですね。いや、どうも異国の服は窮屈そうでな。やはり武士というのは袴に刀を刺していないと締まらん気がしてな。あんたはそのままでいいんだ。陣中にどっしり構えてくれりゃいい。あんたの存在自体が大使にとって支えになるんだからな。そうか。
これはもしかして総司のだ。いつ戻ってきてもすぐ参戦できるようにあつらえた。そうなんですか。沖田さん、きっと似合うでしょうね。千鶴、本当ならお前はここに置いていくべきだが、羅刹隊と一緒に残すわけにはいかねえし、風間の襲撃の可能性もある。はい。道中は必ず俺の指示に従え。いいな。はい。ただいまより紅葉鎮部隊出陣いたす。こうして新選組は紅葉鎮部隊として甲府へ向かった。相手するって正気なのかよ。武士ならば命ではなく名をこそ惜しめ。俺は必ず戻ってくる。だから信じて待ってろ。死なずにな。